い、本日ですねデゾナイトにある、ユニフェスタにお邪魔してます。今回は短い動画何個か上げていこうと思いますのでよろしくお願いします。では行ってみましょう。今回は私が気になるブースを見ていこうというものになります。ちょっとね、全部皆さん素晴らしくて全部見たいんですけど、やっぱちょっとね時間と尺を考えて自分が気になるものをピックアップしていこうかなって思います。で、一つ目ちょっと気になっちゃったやつが、これは触れないといけないんじゃないかってちょっと思っちゃったんで、ちょっと紹介していこうかな。どう見ても気になるやろ、こんなん。どう見ても気になるやろ。こちら、ウィーバースラボさんということで、こちらなんですけども、人材求む。アットホームな職場です。お手伝いしてくれる人を募集中。応募はこちら。オレンジさんとかがだいぶ頭をもげとか書かれて燃えてるのと、鳥かごに入ってますけれど大丈夫なのかな。あと楽しいって言って寝てるけど、奥を見るとね、楽しい職場すぎて寝るのも忘れちゃいましたって言ってるけど、頭燃えてるんだよな。気になる方はですね、ぜひともこちらの URL を押して、気になる方は応募してみてもいいんじゃないでしょうかね。VR 好きな方はね、ぜひとも、こちらの URL に飛んでみてください。ではですね、もう一個気になるのがあったんですけど、重くてちょっと、なかなかうまくできないかも。ほう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 、いった。すごい、スッてやるってドゥ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 ってやるとすごい、ハロウィンモードだ。マジでずっと遊んじゃう。やばい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 。ちょっと次行きましょう。次ちょっとやばい、ずっと遊んじゃう。では次の気になるブースさんの紹介していこう。見ていこう。紹介というか見ていこう。ここはアバターのステッカーを作ろう。ステッカースタジオってところですね。アバターの可愛いステッカーが作れちゃう。ステッカースタジオ。カメラでパシャッと撮ってみてね。撮ったステッカーをスタンプツールに入れるとペタペタ貼れるよ。楽しそう。どこで撮るの？あ、ここで撮るのか。こういう感じ？あ、すごーい。できた。できた。こういう風にね、自分のこのステッカーをね取ることによってね、取ることによってインベントリとかに入れるといつでもねこれをフレンドとかに共有ができたりするから、めちゃくちゃおすすめです。これ見て見てステッカー。私はまだそのスタンプ機能の使い方わからないけど、スタンプツールを持ってセカンダリーで剥がせる。スカン、え、何それ、そんなツールがあるんだね。やっぱいっぱいあるんだろうね、こういうのが。これでなんかステッカーがさっきなんか動いた。あ、来た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 、ほらほらほら貼れてる。すごい、このツールがあったら貼れるんだ。面白いっていうところでした。ちょっと他のやつも見ていきたいと思います。皆さんと見ていこうと思うんですけども、なんと 3D マウスパッドメーカーブースっていうのがありまして、自分のアバターの姿なので 3D マウスパッドを制作できるっていう、なんて画期的なんだ。ちょっと気になるんでやっちゃいたいな。待って、私どこら辺立ってたらいい。あ、めっちゃいいじゃん。わ、ふくよか、すごいふくよか。おー、ちょっと待って、あー、いい感じの父のでかさ。クッション大。めっちゃ良くないこれ。みんなに怒られそう。見てみんな。
バインバイン、うわーこれね、テンション上がっちゃってね、多分後にママたちにヘイって言われる未来しか見えないんですけども、見て、横から見た私のこの差を、あ、もう勝ち組よこれ。あのこれもね、あのインベントリに入れてね、自分で保管ができるはずですので、後に保存しておきます。ありがとうございますっていう私のおすすめブースでしたね、リスナーたちにもね、あのザキさんはそんな自分にあるわけねえだろって怒られる気がしますけども、そんな私でも夢が叶うブース、オッパーマウスブースでした。ありがとうございました。楽しいこれ、めちゃ父でけえ。